そんな、誰が話しかけろって。腹立つなぁ。左の方、あ、また後で行けんのか。あー、抜けようと思ったのに。おい、聞いてねえぞ。ラボスがいる。プチラボス、可愛い名前してんじゃねえよ。頭だろどうせ。あ、結構効くね。これでもヒールじゃ追いつかんぞ。あんな何回も食らったら。ベロロンキッスでもするか。あ、間違えた。あー、だろうね、だろうね。魔法が一番体力少ないな。まあでも頭殴り続ければなんとかなんじゃないの。万能薬、頭治れ。あ、やめろ。いて、エイラとカエルでベロロンキッスで魔王攻撃と。まあ、クリティカル率も悪くはないな魔王。ギガパワーアーム、次はテラか。ロボ、未来だからね、ロボの武器ができてできやすいのかもしれん。ブレイブソード、グランドリオンがどんどんいらない子になってきてる。いけない、あ、いけた。あ、あーね、穴開いた。別のところから、あ、こっち、あ、こっちに道ある。あ、ないわ。あー、また戦うの。この辺しちゃいけないもんな。そこはどうやって行くんだい？下から行く系？あ、これで行けんだ。あ、これ取れんじゃん。
空っぽ。あ、なんかある。セーブポイント。ってことは、もしやボス戦ですか。冥王の鎌。攻撃力最強。またいるのか。まあいいや。滑るから気をつけろ。落ちたら戻されるぞ。ああ、はい。わかりました。はい、落ちました。くそ。くそ、クジラボスはいない。よし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 。いやーもう一回落ちれば十分でしょ。一回落ちれば十分よ。夜叉を手に入れて使える人がね、うちのパーティーにいないんですよ、実は。お、3体目。抜け殻を押せば、抜け殻を登れば。おー、抜け殻。なんだろう、ラボス、プチラボスの抜け殻のことかなんかが、あの頭倒したら抜け殻が残って、それになんか登れるとか、そういう感じかな。うん、そんな感じっぽいな。抜け殻を押すの。あーね、ここね。はい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 、こうすればいいのね。忘れずの帽子。しかも強い。完璧じゃん。ここか？つい何か。ここが死の山の頂き。願わくば我が力を、我に力を。夜に震えるすべての思いよ。闇に立ち向かうすべての生命よ。せい。ペンダントが共鳴している。だけだ。そんなバカな。何のためにここまでして。木落とすな。エイラも寂しい。セイ帰らない、寂しい。諦め早。成功。返事をするんだ。はーい。皆既日食。おやおや、タイムフリーズか。本当に可能とはな。みんな石像のようだな。気味あるぜ。動けるのエイラたちだけ。それじゃドッペル君とすり替えて。え、あ、ドッペル君死んじゃうの。ここはゾッとするな。さっさと引き上げようぜ。早くセイ連れてく。感動の対面は後にしろ。用が済んだら帰るぞ。姉ちゃんも連れて帰りたかったのになっていう話ですか。聖子を連れて帰ったら姉ちゃんは連れて帰れないとかいうルールがありそうだもんね。聖子、よく帰ってきてくれ、よく帰ってきた聖子。つい生き返った。聖、元気か。
わあ、おはよう。お前は幸せ者だぜ。こんなにみんなに思われて幸せ者め。みんなに思われてるらしい。私も連れてってよ。いやー、いいか。チェ、つまんない。どうするかね。セイコ連れてきますか。はい。まあ、この状況で行かないといけないところがあるとすれば。いや、待て。中世行こうぜ。中世行こう。あ、ちょっと待って。魔王を連れて中世行こうか。おーい、何？お前さんたち、あのラボスと戦うつもりじゃな？そこのバケツのゲートに飛び込むか、時を渡る翼でラボスの日に行くか、あるいは時代のまたがりを、あるいは時代をまたがり現れたあの黒く巨大なもの、あれもまたラボスを呼び起こさんとしておる。力に頼り、力に取り込まれた愚かな心じゃ。あの黒い悪夢に行けば、ラボスとも戦う羽目になるじゃろう。ラボスといつ、どこで戦うか、お前さんたち次第だ。じゃが、くれぐれもお前さんたちだけではない、だけでは戦わないことじゃ。おぼろげじゃが、お前さんたちに力を貸してくれるものが見える。中世の時代、一人の女性の心により、蘇る森。中世で逃げ延びておる魔王配下の三悪の救う場所。未来の時代、機械の生まれたふるさと。原始から未来、すべての時を股にかけ、光の、あ、陽の光を集め続ける石。ああ、太陽石がどうとかっつったな。中世で魔王に敗れ、現代までさまよい続ける誇り高き騎士の魂。中世では幻と言われる虹色に輝くもの。いろいろ情報が多いな。自分の時代のことならお前さんたちの中にも知っているものがおるじゃろう。聞いてみるがいい。この星のあらゆる時代の人々、いや、すべての生命の力を借りて戦うのじゃ。でなければ奴は倒せん。未来を変えるにはそれほど大きなエネルギーが必要じゃ。この星の行く末、私はここでゆっくりと見物させてもらうよ。まあ、なんかちょっといろいろ言ってこいってことだと思うけど。ちょっと、もう一回話させて。お前が死んだのは弱さのせいだ。奴らのこと、まだ死んではいまい。そういえばビネガーのやつ、魔王城に似たアジトを持っていた。じゃあちょっと魔王を連れてこうよ。ビネガー。中世行こう、中世。まあ、中世と未来にもなんかつってたんだよな。魔王城にいたアジトを持っていた俺か。ここはいけないんだな。何これ？あ、これは知らんな。北の廃墟。なんだこれ。まだクリアまでにちょっとやることがあるっぽいな。
民家、民家、民家に、なんだお前ら。クローン人間がいっぱいいたわ。怖っ。パブ。大工道具が盗まれちまった。仕事になんねえよ、これじゃあ。妖精子、俺はついに虹色の貝殻の手がかりを見つけたぜ。しかし今度ばかりはやばい感じがするんだ。そうそう、こいつはあんたに預けとくぜ。ん？トマの酒を手に入れた。あ、なんですか？もし俺が死んだら、俺の墓にこの酒をかけてくれよ。け、縁起でもねえや。ああ、トマの墓を現代で探すのか。10年くらい前、この村の北にある廃墟に魔物が何か運び込んだらしいよ。宝物じゃないかって噂だけど。行くか。ちょっと、ストーリー進めたいんですけど、黒の夢がはっきりと見えるわい。明日も晴れるじゃろう。そんな感じ？北の廃墟、あそこはな、何か不気味な、ただならぬものを感じるのじゃ。なんでしょうね。何があんだろう。